親子丼が食べたくて作ったんですけども、ちょっと鶏肉がなかったので牛肉で代用しました。完全に他人丼です。皆さんはつゆだく派ですか、それとも少なめがいいタイプですか。つーみんはつゆだく派ということで、おつゆをいっぱい入れて食べました。すごく美味しかったです。今日も一日お疲れ様でした。明日も皆さんにとって良い一日になりますように。またねー。